BTV ケーブルテレビ株式会社は宮崎県都の城市に本社があるケーブルテレビ局である BTV ケーブルテレビと表記されることが多い事業拡大に伴って2016年6月より BTV 株式会社に社名変更した BTV ケーブルテレビが所有し BTV 本社と BTV が出資するシティ FM 都の城本社が置かれている 宮古野城 IT 産業ビル。手前のビルには、シティ FM 宮古野城のサテライトスタジオもある。当初は、宮古野城市における都市型ケーブルテレビ事業を行うために作られ、後に日南市へエリアを拡大。純粋に宮崎県の CATV 局であった。その後、鹿児島ケーブルテレビ放送が破綻し、これを引き継いだことにより、エリアを鹿児島県へ拡大。 南九州有数の CATV 局に成長した。しかしそのため、デジタル化における区域外再送信では、国の政策と両県の地元民法の思惑に左右され、地元でも一部鹿児島局の再送信を断念せざるを得ないなどの影響を受けた。テレビ完全デジタル化後も視聴者保護のためアナログ、他チャンネルサービスを既契約者限定で続けていたものの、 これも国の政策により2013年1月で打ち切ることが発表されている。なお、デジタル化後に開局した西頃、渋市両局は、最初からデジタルサービスのみである。地方公共団体地元企業全プランで主張できる。BS プラン以上で主張できる。ベーシックコースでの主張となる。西所、渋市は、サービス対象外。都の城、日南両局のみで実施。 エリア内の地域では通常のインターネットの光通信回線が来ていない地域が多いため通信速度が比較的安定していない地域が多い。このためパソコンユーザーなどは安定しているケーブルテレビ回線利用者が多い。宮古の城では2012年秋から高速通信サービスを開始。BTV 独自で KDDI と業務提携関係を結んでおり固定電話サービス。 ケーブルプラス電話を提供するほか、サービスエリア全域で、au スマートバリューサービスの提供も始めている。BTV 株式会社ホームページ、会社概要より、アナログチューナーホームターミナル終了のお知らせ。BTV ケーブルテレビ。2012年12月13日閲覧。ABC ニュースネットワークには、FNNNNN 案の3系列に加盟しているが、 ニュース以外の一般番組供給部門については、富士テレビ系の FNS のみにしか加盟していない、日本テレビ系の番組供給系列である NNS およびテレビ朝日系の番組供給部門であるテレビ朝日ネットワークには非加盟である、公式サイトでは1から3まであるものの、本来は同一チャンネル体のマルチ編成でしかないため、ここではまとめ表記とする、当該サービスエリアで、 アナログ SD 放送もやっていた。ありがとうございます。